ドライボレーは女性だと使ってった方がいいショットの一つですね。どういう時に使うかって、こういうロブ合戦になったりとか、まあ、あと前出る手段として使ったり、まあ、あと攻撃的に行きたい時に使いますね。平行陣、眼光陣同士のラリーになって、後衛同士でラリーする時にどっちかが思い切って後衛だけど、まあ、ドライボレーで仕掛けるっていうのも大事だと思うので、まあ、ちょっとそれを練習をしていきましょうか。でまずドライボレーって何かって、どういう考えで打つかっていうのが大事なんですけど、やっぱり攻めだから思い切りっていうことではないと思います。思い切りっていうのは思い切り打つんじゃなくて、思い切り判断をして、もう打ちますよって判断を早くして、それを思い切りやりきるっていうのが大事です。強く打つんではなくて、まあ、あとは結局ドライボレーは位置づけとしてはアプローチショットですっていうことを忘れないように。アプローチショットっていうことは、次ネットプレーをするためのつなぎのショットです。ストロークでもないしボレーでもない、そのつなぎのショット、ね、そういう位置づけです。攻撃的なドライボレーというよりは、どっちかというとつなぎというか、そのつなぎというのはストロークから、ボレーに立場を変えるためのつなぎというショットかなと思います。